松田学です、えー、今回はですね毎週お届けしてますニュース解説の中のウクライナ情勢ウクライナ戦争については今回焦点が当たるのはあのウクライナ軍がですねロシア西部クルスク州に越境攻撃をしているとこれをどういうふうに、えー、読み解くのか。 どういう、えー、この意味が全体としてあるのか、そのあたりも含めて、いろんなあの論調も出ております。えー、また、あのパレスチナ情勢につきましては、とにかくあの今、ちょうど今、収録してますのがです、ね、8月20日です、でこの時点ではです、ねまああの、今、あの休戦というか停戦交渉ですね、これがうまくいくのかどうか、ガザでのですね、でこれがうまくいくことがあのイラン、イスラエルの 戦争を回避する重要な条件になっているということもあるのでかなり注目が集まっていますそのあたりを中心に解説をしていきたいと思いますまずウクライナの方ですがウクライナといっても場所はロシアなんですがロシア西部クルスク州への越境攻撃これについてウクライナのゼレンスキー大統領はあの8月17日にですね、ビデオ演説で作戦は想定通りに進んでいる陣地を強化するとともに 我々の足場はますます強固になっていると,と述べていますで一方アメリカの,あのいつも出てくる戦争研究所ですがここはですねロシア軍に対して戦略上の大きな圧力を生み出しているとウクライナの攻撃がですね、えー、で作戦の継続がロシア軍やプーチン政権に対する大きな圧力となる可能性が高いと見ています、えー、その上でウクライナ軍の越境攻撃の成果について評価するのは時期尚早だと分析しています まあ実際、これど,どんな成果を上げるのか,、まあ、こ,こ,からこれからいろんなあの論調が出てきますので、えー、そしてですねロシア側がウクライナの越境攻撃で大ロシア側が大混乱しているんじゃないかというニュースもありますねロシア軍に動揺が広がっているとあのこ,のこの侵入してきたウクライナ軍を撃退するため対テロ作戦を展開し,し,しているクルスク州の戦闘地域の近くではですね ロシア軍のヘリコプターが誤って味方の装甲車を攻撃してしまうような出来事も発生してしまっていると、まあ、混乱しているとでウクライナ軍は8月6日にロシアへの一強攻撃を開始したわけです何千人ものウクライナ兵が国境を越えてクルスク州に入っています、えー、約2年半前にロシアがウクライナへの本格侵攻を開始して以降ですねウクライナがロシア領のこれほど奥深くまで侵入したのは今回が初めてですねでウクライナ軍はあの素早く侵し 8月15日にはスジャという、えー、場所をです、ね、完全制圧したと主張しています、えー、でロシア側はあのロシア連邦保安局 FSB が率いる対テロ作戦の下です、ね、ウクライナ軍の進軍を阻止したと主張していますしかしロシアの有名な著名な軍事ブロガーたち、えー、やです、ね、西側のアナリストウクライナの当局者らはです、ね、ウクライナ軍が今もクルスク州で進軍を続けていると指摘しているということで まあお互いにプロパガンダをやり合っているという状況のようですね。えー、同じくウクライナとの国境地帯にあるクルスク州の南東に位置するロシアのベルゴロド州が非常事態宣言を出したりしています。えー、現在、先ほど申し上げたスジャという場所、ここは誰の支配下にあるのかが明らかになってないようですね。 ウクライナのメディアはウクライナ人ジャーナリストがスジア中心部にいる映像を含むレポートを報じてウクライナ軍がスジアの少なくとも一部とその周辺を掌握していることを示唆していると、えー、ウクライナの当局者らはですねロシアへの越境攻撃は自衛に重点を置いているものなんだとでクルスク州を拠点に行われているロシア側の破壊的な攻撃からウクライナの領土を守るためなんだと、まあ、前回も申し上げたのウクライナはあくまで自衛のための,戦争、えー、この侵入なんだと。 ウクライナ大統領府のポードリャク顧問はですね、こう言ってまして、ウクライナが展開しているのは防衛戦だ、ロシア軍との間に必要な距離を確保すべく、彼らを押し戻し、ロシア軍の砲弾がウクライナの民間人に対して使われ,ない使われることがないようにしていると述べているようですね、でまたこの方は、ポドリャクさんはまたですね、ウクライナ側は、ロシア軍がウクライナ領内にいる部隊への物資補給に使用しているルートの遮断とかですね。 あのロシア指導部の失敗を明らかに示すことにも注力しているんだと付け加えてまして、ウクライナは戦争をロシア領に移す決意だと述べたそうです、戦争はウクライナ領じゃなくてももはやロシア領だと持っていきたいんだと、えー、でこのロシアには実際、まああの、打撃を与えてるんじゃないかという記事がありまして、宣伝戦でもロシアに通撃という見出しなんですね。 えー、ただあの今回あのウクライナが今回進軍したといってもそれでロシアとの戦争に勝てるわけではないわけです。でウクライナ軍は現在、えー、このクルスク州で1,000平方キロメートルほどを支配下に置いている模様なんですが、えー、この緩衝地帯これはウクライナ政府が緩衝地帯と言ってるんですがここを長期にわたって保持していくのは とても容易なことではないんですねで。で、それでもロシア側にダメージは生じています。それは何かと言いますと、ウクライナにとってソーシャルメディア上のプロパガンダ戦で最大の成果になって大成功になっていると。で、ロシアにとっては、この侵攻は国民から隠し通すのが困難な。新たな失敗になってしまったと。ソーシャルの大事なソーシャルメディアの時代にあってはですね。ニュースは瞬時に広まってしまうということですね。 ロシア当局は今回の侵攻は襲撃なんだとしてですねウクライナ軍はすぐに押し戻されるとの見解を示していますですがこれは第二次世界大戦以来外国の軍隊によるロシア領土への最大規模の侵攻なんですねこのナチスド・ドイツ軍を追い返して以来最大規模の侵攻ですねロシア領内にですね えー、そして、えー、侵入したウクライナ軍はすでにクルスク州に2週間近くとどまっている状態にあります、えー。ウクライナはロシア国民の不安や恐怖を煽ることでこの戦争についてのナラティブ物語です、ね、これを変えて不安定な状況を作り出しそれによってプーチンへの支持を弱め彼により有利な条件での決着を強いたいと考えていると。 いいうふうふにある専門家は論評していますつまりウクライナにとっては占領した領土そのものよりも攻勢によって生み出されるニュースや噂話恐怖の方がもっと重要なんだとそしてまたこのウクライナが侵攻した今回侵攻した場所の重要性も軽視できないそうでしてクルスク州のクルスクシトというところの周辺は1943年の夏に ソ連の赤軍がナチス・ドイツ軍を破った場所なんですね、これ、有名なクルスクの戦いというものだったわけですで。81年後ですね、今、それから81年後の現在、ロシアは前回と同じぐらい負けが許されない状況にあるということですね。また、歴史的に重要な意味を持つ場所が、こうやって攻撃されたのは偶然ではないでしょうと、専門家が指摘しています。 第二次世界大戦でソ連が最も重要な勝利の一つを収めた場所でロシアに敗北を喫させるということにはですねロシアの戦争努力全体をさらに暗く不吉なものに見せるというウクライナ側の意図があったに違いないとロシア国民に対してこれからよくないことが起こる前触れと感じさせるとまあ心理作戦ということも入ってくるんだということですねえそしてえもうこれで攻守逆転 ロシアは防衛体制の強化に奔走という記事もありましてロシア軍は防衛体制の強化に追われているとでアメリカ当局者は CNN の取材に対してロシアがウクライナからの越境攻撃に対処すべくウクライナ国内の占領地から数千人の兵士を移動させたと明らかにしたと言っていますロシアのプーチン大統領は徴集兵を配備せざるをえなくなり 長州兵を前線には派遣しないとの約束を覆したとも言われています専門家によりますとロシアへの越境攻撃というウクライナの大胆な賭けは完全に秘密裏に計画されたそうですアメリカなど友好国さえ驚かせたということなんですね何ヶ月にもわたり後手に回り自国領内での激しい戦闘で劣戦に立たされてきたのがウクライナ軍どのようにしてロシア政府の 意表をついてですね、ロシア流に侵入できたのかというとですね、あのまずあの運用上のセキュリティが挙げられるそうです。作戦に関して情報が漏れることが全くなかったようですね。ウクライナ軍の侵攻の模様を捉えた映像や衛星画像からは、部隊の動きはまるで演習か防衛部隊の増強のように見えてたようです。ウクライナ軍は森林地帯を遮蔽物として使いながら、道路は高速の移動に利用するなど。 地理に関する詳細な情報を活用して攻撃を開始したそうです司令官らが作戦について説明を受けたのは越境攻撃が始まる数日前だったそうですほとんど抵抗を受けずにロシア領内に容易に侵入できたことがウクライナ軍にとって成功の鍵となったとこれはロシアにとって完全な驚きでありロシアの情報機関がこの地域へのいかなる種類のウクライナ軍による攻撃をも全く予見できなかったことを示唆しているという論評もあります えー、この成功の鍵となったのは防空と支援砲撃ロシア軍の通信に対する妨害だそうです、えー、熱を抑える防弾チョッキは熱を感知するドローンを回避するのにも役立ったと用意周到でやったんですねで越境攻撃が開始されるにつれウクライナ軍兵士は姿を消す前に村の標識の前で撮影した動画を投稿したんですねでこれは越境攻撃と並行して行われた心理戦動画拡散してですね 心理戦もも行ってていいいいいるるとととこうううした動画にについて情報戦戦観点から非常に高い価値がああ指摘もあります越境攻撃の戦略的な目的について過去数ヶ月間で攻撃を受けていたウクライナ東部ドネツク州での作戦からロシア軍を引き離すことにもなるとでウクライナ領での軍事的な圧力をロシアからの軍事的な圧力を緩和するというのが明白な意図であるというふうな見方があります。 えー、ウクライナが今回の一強攻撃で、えー、将来の和平交渉でより良い交渉上の立ち位置を得ることができるかもしれないという見方もあります、えー、実際ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は一強攻撃について公正な交渉過程に入るようロシアを説得することが目的だったと語っていたとまああのこれあのロシア側ももとより停戦ということを想定しながら想定してるわけですね でウクライナもそろそろ沿線勤務も出てきたんでどっかで停戦でもこれ必ずあの停戦の前っていうのは戦闘が激しくなるのが戦争というものだそうなので、まあ、停戦の時の条件は、まあまあ、ロシアが占領している地域をどこまで認めるのか認めないのかというその駆け引きの中でウクライナがロシアの領内クルスク州を占拠しているという状態は交渉上有利,有利なカードになるというのが非常に大きな目的であろうと。そしてまたあの 今の紹介した記事にもありましたようにこのね第二次世界大戦後大最大の失敗他国軍の侵入を許したということが起こってしまったこれプーチン大統領に対する何て言いますかね指導の指導力に対する信任というかですね、えーまあ、そういった面もありますしロシア国民に対する厭戦気分、まあ、この戦争の不安というものをですねかきたてると今まではもう外地での戦争だったのにもロシアの国内に入ってきちゃったと。 まあいろんな効果を狙って、そして情報戦も展開しているということのようですね。えー、ゼレンスキー大統領は、敵領内に干渉地帯を作ると述べているそうです。えー、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、ロシア軍が、えーまあ、先週というと、まあ、今日当うの8月20日ですから、日本でいうとお盆の週ですね、この半ばまでに約5000人の兵士をウクライナからクルスク州に再配置したと。 ゼレンスキー大統領は越境攻撃について、敵領内に緩衝地帯を作ることが目的だと初めて明言したということです、えー。ロシアの戦力を可能な限り破壊し、最大限の反撃をすることが最優先事項だと、約束した軍事支援を、だから約束していただいている軍事支援、アメリカ、ヨーロッパさん、どうかちゃんとやってくださいよというメッセージも出してます。我々ちゃんんととと戦戦ってて果上げいだからということですね これも大きな目的でしょうね。そして、プーチン氏、指揮系統を立て直し急ぐという記事がありまして、ロシア軍と治安機関の役割が重複して、作戦の指揮が混乱し、ウクライナ軍の前進を許す、これがウクライナ軍の前進を許す一因になったという指摘があるそうですね。そこでプーチン大統領は自らの側近を作戦の統括役に任命してです、ね、大統領府の関与を強める方向だということです。 えー、この8月18日にこのクルスク州のセイム川に架か,かる橋をウクライナ軍は破壊しています、えー、そして次々とこの橋を破壊しているようですロシア軍の補給に打撃を与えロシア軍の攻勢を足止めする狙いだそうですロシア国防省は8月18日にクルスク州の各地でウクライナ軍を撃退したと主張しましたロシア軍は撃退作戦を強化しウクライナ軍の進軍ペースは 鈍っってていいいるるという状況にもなっているようです、ね、えー、だですから進軍進軍という橋を破壊したと言いながらそのペースをロシア軍が鈍らせているところまではやっているという感じのようですね、えー、プーチン大統領はあの住民という方の大統領補佐官にウクライナ軍を撃退する作戦全体を調整し統括する役目を与えたそうです。 この住民さんって方は連邦警護庁の出身でプーチン氏の警護を担当し国防次官なども歴任した方だそうです、えー、プーチン体制の基盤である治安軍要員これ白引きって言いますねの若手政治家として将来を職務されてきた方だそうです西部テューラ州の知事から 5月に大統領補佐官、これは軍需産業担当団に転じまして、プーチン氏の後継候補の一人と目されるような人物、これをこの総責任者に任命したということのようですね。ウクライナ軍が8月6日に始めたこの越境攻撃をめぐっては、ロシア軍の初動体制の、初動対応の遅さが目立ったと。 いうことです攻撃に参加したウクライナ軍の兵士数を1,000人と過小,評価し過小報告し対応が後手に回ったそうですが実際の変異数は1万人規模だと見られているようですねでこういった軍の対応に対してプーチンさんは不満を示しましてモスクワ軍管区の司令官ら軍幹部が作戦の中枢から外れたそうです軍に代わって連邦保安局 FSB が前面に立ってですね えー、ボルトニコフ長官が作戦の指揮を主導する体制となったそうですただこの FSB は正規軍と比べると本格的な戦闘の経験は乏しいと、えー、そして軍とこの FSB と国境警備隊などの役割が重複してしまってですね指揮の混乱も問題視されていたようです、えー、危機感を強めたプーチン氏は信頼を置く自らの側近を撃退作戦の要に廃止した,廃止したと。 というのが、ですねこの住民,住民、住民大統領補佐官なんですね、えー。ということです。そして、ですねこのウクライナによるクルスク侵攻についての意味をどうやってこう読み解くのかという記事として、ですね停戦交渉材料にするよりも、ですねこの侵攻ですね、もっと重要なことがあるんだという記事があります。 何かと言いますと、ウクライナは当初、3個旅団、さらに3個旅団と1個,1個歩兵,兵旅団などお、おそらく2万人近い兵力を投入してそうなんですね、ここにですね、よくそれだけの勢力が残ってたもんだなと思うんですけどねで、クルスク侵攻の戦果は、8月12日、制圧地域が1000平方キロ、74の居住区になったとしていますこれシルスキー総司令官によるとそうなっています。 ウクライナ軍はすでに制圧した地域で残壕を掘り始めているようでしてロシア軍の反撃を受けた場合に防御体制を作り反撃を食い止めることを考えているということのようですねでつまり占拠した地域からは撤退しないで長期間確保する狙いなんだとこれに対してプーチン大統領はクルスク正面に10から11個大隊そらく4000から6000人規模を前線全体から転用して再配置してですね対テロ作戦 対テロ作戦体制を導入したとということなんですねでこの戦力ではですねしかしこの戦力では越境したウクライナ軍を撃,退撃破して押し戻す力はないんですね、えー、そして実際にロシア軍はウクライナの前進を止められていませんロシア政府と軍は現在のところ完全に意表をつかれかなり混乱しているんじゃないかとでこの状況でゼレンスキー大統領は次の重要なステップに進むよう命令をしているということなんですね えー、バイデン大統領はプーチン大統領は本当のジレンマに陥っているとまで言っているそうです。でそれはですね何かというとウクライナの軍事作戦の表向きの戦略のほかにプーチンが本当のジレンマに陥っているというほどの暗黙の脅迫作戦があるということなんです。でこの進行は第一に政治戦略としてはロシア国家プーチン政権を不安定にさせるということが目的ですね。で第二に 経済戦略としてはロシアからヨーロッパへガスを供給する最大の輸送回路の中継点をコントロール下に置くことですね、えー、先ほどあのどっちが占領したかはっきりしないというあの場所がそうらしいですね、えー、そして、えー、戦争戦略としてはこのクルスクの侵攻により今後の停戦交渉を有利に進めるカードにするということは先ほど申し上げたとおりですねそして第4に軍事戦略としてはですね ロシ,アのロシア軍東部南部の戦線の戦力を引き抜きクルスク正面に転用させると戦力の分散を図るとで第5にこの戦力転用することにより東部南部戦線を弱体化させることというのがウクライナ側のこの意図であるとでただそこにさらに重大な作戦目的目標が隠されているとそれが何かというと、えー、クルチャトフという場所がありましてでこのクルチャフトフという街 えまであと45キロということなんですがこのクルチャートフの町にはクルスク原発があるんですね原子力発電所でこの原発えーはですねロシア最強のこの中のクルスク原発2というのがありましてこれはロシア最強の原発と呼ばれているほど近代化されている原発だそうですでロシア軍は急遽クルスク原発の周辺に部隊を配置して防御準備を始めているようです ウクライナは原発を最終目標とするのであれば、その目標を部隊が占拠することが最も望ましいわけでして、で、ただそれができない場合でも、仮にウクライナ軍がそこを占拠できない場合でも、目標をハイマースや長距離精密誘導砲弾の射程に入れる位置まで前進して占拠できれば、まあ、事実上、この原発を支配下に入れたのと同然になると。で、ロシアは、あの、ウクライナ侵攻当初ですね、ウクライナのキエフの北、 ベラルーシとの国境の近くに位置して廃炉作業中のチェルノブイリ原発を一時占領したことがありますチェルノブイリ原発で出てきましたね懐かしいのはもう廃炉廃炉,廃炉作業中なんですね本当に長い時間かかりますね原発の廃炉ってのいますねこのため放射線が拡散するのではないかと心配されました現在ロシアはウクライナのザボリージャ原発を占拠しています えー、ロシアはロシア軍の戦況が悪化すればそのザゴリジャ原発を爆破しウクライナを核物質で汚染させることができるとでロシアは原発の牽制を十分にして尽くしていて原発に対して意悪意ある行為を行うことを想像させて、えー、脅威を煽ってきたといざとなったら原発爆破するぞと、えー、でウクライナは今クルスク州に越境攻撃を行いましてロシアクルスクにあるクルスク原発にあと4 5キロまで迫っているわけですが 選挙できればこの原発を支配下に置くことができるで現在の段階でもウクライナのハイマースでロケットによる攻撃ができることになったとでもしもロシアがザポリージャ原発を爆破するようなことがあったりあったりすれば逆にクルスク原発を攻撃するぞと落としたり実際に砲撃したりして部分的に破壊することもできるんだというところまで来たとでちなみにこのクルスク原発から首都のモスクワまで約470キロ ザボリージャ原発とウクライナの首都キエフとの距離とほぼ同じだそうです。400数十キロという点でほぼ同じだそうです。考えてみたら割と近くまで来てるんですね。470キロというと東京と大阪の距離もないところまでウクライナ軍は来てるんですねモスクワの近くにですね。でこのウクライナがクルスク原発を支配下に置くことでロシアの原発攻撃を抑止することが可能になったと。 でもしロシアが戦術核兵器を使うぞという脅しをかければウクライナはクルスク原発を攻撃する意思を示すことが一応できると、まあ、これそれ自体国際社会からすごい批判を招くんでこれそんな簡単にできることじゃないんですがしかし脅しということには効いてくるということですねロシアも脅してるわけですから。 でロシアは自国の原発がウクライナのハイマースなどの支配下になることは絶対に認めることはできないとでどのようなことがあろうともクルスク州全域の奪還をプーチンは命ずるだろうとしかしその奪還のための予備の気候戦力がロシアには十分にないのと書いてありますこの記事にでそこでロシアは東部南部西部の戦線から現に戦っている部隊を一旦戦闘をやめて後方に後退させてクルスクに転用しなければならないわけですね でこれら兵士を数十万人徴収するとしても今の戦いには間に合わないと徴兵しても間に合わないと、えー、ロシアにとってこの重大な危機に対応することは極めて難しい状況にあるという論評になっていますアメリカのバイデン大統領のプーチン大統領は本当のジレンマに陥っているというのはまさしくその通りだとこの記事は結んでいますロシア結構これだいぶこの差し迫った状況になってるんですかね、うん ま、えー、また別の記事をご紹介します越境攻撃の影響で部分停戦をぐる交渉が見合わせという見出しの記事がありまして、これ、ワシントン・ポストが8月17日にロシアとウクライナの間で電力などのエネルギー施設への攻撃を互いに停止するための交渉が、仲介国のカタールで行われる見通しだったものの、ウクライナが行ったクルスク州への越境攻撃の影響で見合わせることになったと報じたそうです。 これはロシア側が延期を伝えたとと交渉の延期を伝えたとただ、ロシア外務省のザハロワ報道官はワシントン・ポストのこの報道を否定したということです。直接的にも間接的にも交渉はなかったし今も行われていないと指摘したということです。いろいろ情報が乱れ飛んでいるんですけれどもえそして次の,この次の記事はこれもなんかいろんな面白い見方がいろいろあるんですが。 これロシアの罠じゃないかという言い方が出てましてね、えー、ただ本当にそうなのか分かんないんですが一部のロシア国営メディアはロシア、えー、このウクライナによるロシアへの侵攻はゼレンスキー大統領にとって自上自爆の罠となり最終的にはプーチンが勝つだろうとほのめかしているそうですただこれまでのところウクライナ軍が罠にはまったという証拠はないんではないかとでただですねウクライナ軍は 戦線を拡大しすぎて貴重な人材や資源が失われプーチンの方はこれを口実にさらなるエスカレーションを起こす危険性があるという指摘がありますプーチンは今回の越境攻撃をウクライナ戦争を国内向けに正当化する理由として利用できるかもしれないという指摘もあります2つの力が正反対に働いている1つはロシアが脅威にさらされているという物語を強化する動きである これはプーチンの支持を高めることになるかもしれないもう一つ正反対の動きはプーチンとその政府がロシアを守るにふさわしい指導者かどうかに疑,問疑念を投げかける動きだと独裁者の末路は得てして突然なものだと <laughs> あのどっちに出るのかとプーチンの人気が上がるのか下がるのかと両方あり得るんだという論評ですが。 えーまあ、いずれにしてもロシア軍がウクライナ軍の攻撃を防げていないわけでしてロシア側には領土,防衛領土防衛にあたる予備軍が不足していることが明確になってしまったと、えー、ただでさえウクライナ東部と南部の前線で死傷者が続出して兵力が減少しているとこれはあのー、ロシア軍が実はどこなんでしょうねこれちょっと矢野さんの分析も一回ちゃんと聞いてみたいところですけどね、えー、本当にそこまで脆弱なのかどうかなんですが。 えー、ただですね、ある意味、プーチンの思う壺なのは、ウクライナの NATO 加盟は許せないというプーチンのかねてからの主張が改めて説得力を持つということがあるという指摘もありますね。えー、いずれにしてもの人的資源が不足しているのは、ウクライナ軍もロシア軍も同じだと、そこで今回のような越境攻撃を行えば、ウクライナにとって、貴重な人材をいたずらに消耗させることになりかねない。多くの自命と装備を犠牲にして ロシア国境の村を数十ばかり占拠しても何の役にも立たないという指摘もあります。で、普通に考えてこの戦争はクルスクでは解決しないもん戦争です。え、最も戦略的に重要な地域は依然としてウクライナ東部と南部であると。まあそれはそうですよね。え、ウクライナのドンバス地方でロシア軍に圧倒されているときに。 ウクライナ軍が一強抗議を行うのは道理に合わないという専門家の指摘がありますそれでけん戦争に勝てるわけではないんだからとそれもそうですね <laughs> ウクライナによるロシア侵攻の今回のロシア侵攻の狙いの一つはですね、ウクライナ軍の士気がまだ高いことを証明し西側諸国からの支援を引き出すことかもしれないウクライナはアメリカ大統領選挙の影響結果を警戒しているもしトランプが勝てばウクライナへの援助を停止するリスクがあるからだと いうことですね、まあこれはかなりその当たってるような感じがしますね、まあ、ウクライナ軍を壊滅してるというのは日本の,あのメディアは報道しませんけれどもある意味世界中で知られてる知られてるとしでこんな状態でいくらウクライナ支援したって戦争が長引けばどうせロシアに勝てないからじり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 とウクライナ軍が後退させられて首都のキエフの方までロシアに占領されてそんなことするぐらいだったら軍事支援やめた方がいいんじゃないのと。 これはあの専門家の意見ですよねでこれも多くの,諸国の、えーえー、欧米諸国の国民も気づき始めていて戦争を継続して無意味だという世論が台頭してくるとウクライナのゼレンスキーは窮地に陥ってしまうわけですねですからとにかく欧米間の支援を仰ぐためにはウクライナ軍は健在だとでそして実際に戦闘で成果を上げてるんだとロシアの領内まで侵入したんだということですね。 でこれによって支援を継続してもらうというのが非常に大きな狙い目のような気がいたしますね。えーまあ、ね日本もねいろんな支援を出しますが非軍事的な支援ですけれども、まあ、巨額の金をですね ATM のように出してしまう、えー、という結果になってしまうんでですね、まああのまあ、我々としてはですね、まあこのえーえー 今回のウクライナの侵攻のがどういうふうに出るかということよりもまあいつどういう形で早く停戦ということになるのかそして日本が本当に ATM のように負担しなければいけないのかまあゼレンスキーは大統領としていつまでやってられるのか,えなんかゼレンスキーともどうも岸田前総理は前総理とはまだ言っちゃいけないですね総理はあのいろんな密約を結んでるかもしれませんしね。 まあそういう観点からちょっとね、この全体の状況の方に関心を持ちたいと思います。さて、次にイスラエル・パレスチナ、中東情勢ということになります。えー、焦点は、休戦、停戦交渉です。アメリカのブリンケン国務長官が8月18日、イスラエルに到着しました。えー、19日にネタニヤフ首相らと会談し,まし,しています。 ネタニヤフ首相は8月18日の閣議でハマス側は協議の場に代表も送らず堅くなに話し合いを拒否しているハマスに対する強力な軍事的圧力と政治的圧力こそが人質解放への道だと述べて強硬な姿勢を崩していませんこうしたイスラエルの姿勢にハマス側は反発を強めております。 高級的な停戦とイスラエル軍のガザ地区からの撤退が保証されなければ合意はありえないという立場を繰り返し主張していまして全く言っていることは正反対なんですね。こどうやって合意に行くのかどうかアメリカは停戦に向けた新たな協議を今週末今8月20日にとってますのでこの週の末までに中海国のエジプトで協議を行い合意を目指す考えを示していますが。 協議は難航が予想されるという状況です、えー、ハマスは8月18日に中海国のカタールで8月15日から2日間行われた協議の内容について説明を受けたとする声明を発表したそうですこの声明では新たな提案は高級的な停戦とイスラエル軍のガザ地区からの完全な撤退を拒否するというネタニヤフの条件に応じたものだとしてですね ネタニア首相が新たな条件や要求を突きつけて合意を妨害していると強くハマスは批判しています具体的にはイスラエル側によるラファ検問所を含むです、ね、エジプトとの境界地帯の支配を継続することが盛り込まれていることだとしているそうです、えー、あのそうなんですねこれはあの結局ですねそしてハマスはあのこの協議されている調停案は受け入れられない,れないとはっきり述べています それは今は少し触れましたがガザとエジプトの国境付近のフィラデルフィア回道あるいはガザ中部のネツアリム回道についてイスラエルが停戦中も支配を続けるという項目があってそれにハマス側は難色を示しているわけです。でネタニヤフ氏がそういう状況を出していることについてネタニヤフ氏が合意の障害になっているんだとこういうふうな指摘を ハマス側はしていますバイデン大統領は8月18日に記者団に対してまだ続いている我々は諦めていないし可能だと述べて合意の実現に向け働きかけを続ける考えを強調したという状況ですねそしてブリンケン国務長官は8月19日イスラエルのヘルツォク大統領やネタニヤフ首相と会談しましたヘルツォク大統領との会談の冒頭ブリンケン国務長官は 協議は極めて重要な局面にあり、人質の解放と停戦の実現の最後の機会になるかもしれないと述べて合意の実現を目指す要請に呼びかけました。もうラストチャンスだというふうに迫ってかなりこういう、えー、強硬に迫っているんですが、しかしネタニヤフもう降りられないでしょうね。えー、そしてそんな中で相変わらず戦闘が続いているガザ地域なんですが、ポリオ感染が初確認されたということなんですね。 ガザの保健当局は8月16日ガザでポリオつまり小児麻痺の感染が確認されたと発表しましたユニセフによりますと国際国連児童基金ユニセフによりますとガザではこの25年間ポリオの感染は確認されていませんでした国連のグテレス事務総長は8月16日ポリオの流行で何十万ものガザの子どもが危機にさらされているとして予防接種と言えばいいでしょうか <laughs> の、えー ための停戦を求めたそうです。接種のための停戦を求めたということですね。で、ガザでは感染症が流行しやすい状況が続いています、えー。当局は今年の7月末にポリオの流行が起きていると発表していたそうです。えー、まあそうやって現地の衛生状態、えー、住民の不安というものとは実はまあ住民の不安という点ではですね。 イスラエルも同じなんですね。これ、イスラエル北部の話がありまして、イスラエル北部というのはちょうど例のレバノンに接しているあたりですが、もうここでですね、あのヒズボラの話があるんですね。あの、ハマスの最高幹部、ハニヤ氏の殺害を受けたイランの報復、あるいはイランが支援してレバノンに拠点を置く、えー、このイスラム教シーア派組織であるヒズボラからの攻撃への警戒が イスラエル北部ででは続いていてるんですねでそして地元の自治体や病院が住民を守るための備えを進めていると、えー、地下に設けられたシェルターに救急などの通信指令室を設置したりとかですね有事の際に対応できる職員を増やそうとして訓練を施したりとかある公立病院では地下駐車場に2000床のベッドを備え付けたり手術を行うスペースも増やしたりということをやっているようです。 えー、ある病院の院長は2006年に起きたイスラエルとヒズボラの大規模な戦闘では周囲にもミサイル攻撃があったとした上で、うん、二度と患者やスタッフを危険にさらさないと誓ったここは世界最大の地下病院だと述べたそうです例の地下駐車場,の病院の地下駐車場に2000証のベッドを備えた病院のことですね、えー、イスラエル軍の報道官はヒズボラは無差,無差別なロケ,ット砲ロケット弾攻撃などで イスラエルの日常生活をかき満たしたいだけだけこの2週間で緊張はかなり高まっていて数日後に何が起きるかは定かではないとして警戒感をあらわにしていたということですまあこれもやっぱりあのガザでの休戦停戦交渉の遺憾ですねでこれがうまくいかないとなるとまずヒズバラから、ね、相当なアタックを受けるんじゃなかろうかとかなり。 イスラエルの国民は身構えている状況、緊張感が高まっているんじゃないかなという気がいたしますね。そのイスラエルの国内情勢にちょこっと触れたいんですが、経済の状況なんですが、イスラエルの GDP が伸び悩んでいるというニュースがあります。今年し4、6月期の実質 GDP の速報値、年率換算で前期比1.2%増、これは市場予想を下回る低い成長にとどまったと報じられています。 えー、その前の期の1、3月期の GDP 伸び率の値は、えー、このその前の昨年10、12月期、これはハマス襲撃の影響がちょうど10月に起きましたね。その影響で、その期はマイナス20.6%で落ち込んだんですが、今、え、年、ー、の1、3月期はその反動でプラス17.3%だった。バーンと落ち込んだ。と反動。で、その次の伸び方が、 白9月期がたった1.2%ということで低調だったと。予想以上に低調だったという話です。で、この期はですね、四9月期は輸出が低調だったようでして、民間セクターではパレスチナ人労働者の入居が止まったことで労働力の不足も深刻になったということのようです。いや、パレスチナ人が普通にこのイスラエルの国内で働いてるんですね。だから、イスラエル国民から見たら、パレスチナ人はまあ仲間として貴重な労働力なんですよね。 ですからやっぱりイスラエルの中の強硬派ですよねパレスチナ人は全員逆説だと言っているあの今の内閣の強硬派の3人の閣僚あそこと一般の国民とはちょっとだいぶ感覚がずれてるんじゃないかなという感じがしますね、えー、そして欧米諸国でもですねイスラエル製品,製品へのボイコットを呼びかける声が上がっているということです、えー、イスラエルの輸出や税収で大きなシェアを占めるテック産業これ このテック産業への資金流入に影響が広がる可能性もあるとで、えー、実際そのようです、えー、対イスラエル投資撤退じわ割という記事があります、えー、今やガザで民間人の犠牲が広がりイスラエル企業を敬遠すべきだという声が高まっていることを受けてよあのヨーロッパの年金基金などが関連企業への投資から撤退する動きを見せ始めたそうです、えー、イスラエルイノベーション庁によりますと 昨年のテック産業への投資額は前年に比べ56%減少して約1兆,1兆円にとどまったそうですで強力な追い風と向かい風の2つがあるんだとテック産業が置かれた状況がこ,このように語られてまして追い風は例の AI ブームの恩恵ですねアメリカの n v i d i はですねはイスラエル企業の買収を発表,を発表したりしていますイイスラエルが持つサイバー攻撃への 防衛能力にも関心が集まっていいるという状況です、す向かい風の方は何かというと、投資家や企業経営者が、レピュテーションリスク、評判リスクですね、これに神経を尖らせることだということです。ボイコット、BDS ってことがって、ボイコット B ですね。だから、ダイベストメント、ダイベストメント。これは投資撤退。そして、S、サンクション、制裁です。の頭文字を取った BDS と。 呼ばれるイスラエルへの圧力を目指した運動が各地で広がっているということです。で、アメリカのインテルはイスラエルでの250億ドル規模の新工場の建設を凍結したと報じられています。ヨーロッパの年金基金では人権侵害や国際法違反に関与しているとしてイスラエル関連企業からの投資の撤退が相次いでいます。あのあの欧米の年金基金っていうのはですね、この日本とはちょっと違ってかなりこのベンチャー投資とかですね。 えー、まあそういうなんかそっちの方にどんどんお金出していくんですね、まあ、日本の場合は株式に運用するとかねそ,そういうのがところまではいってるんですけれども、えー、安全ということで従来はもう国債や債権が中心だったのが最近では株式の方に半分ぐらい行っていうんですかね、えー、結構いってますが、えー、さらにそこから進んで、えー、この <laughs>、えーまあ、ベンチャー投資的なもの、まあ、企業の 直接投資するというのが多いんですねで、それをイスラエルからは撤退しているという話ですね。えー、そんな中で、今度、やっぱり気になるのが、イランとイスラエルの全面戦争とか衝突ではな、なんですが、それについてこんなニュースがあります、アメリカとイランがホットラインを設置したと、イラン政府とアメリカ政府が衝突回避に向けて迅速に連絡を取り合えるホ,ストホットライン、つまり専用回線の開設で合意したということです。 イラン政府の高官が8月17日明らかにしたということです長年敵対するアメリカとイランが直接の連絡手段を設けるのは異例であるとまあ、それだけ両国とも戦争回避したいんですねイランも本当で戦争回避したいんですねでイランはハマスの最高指導者だったハニヤ氏の暗殺をイスラエルの犯行だと断定して報復を宣言しました アメリカ軍はイスラエルの防衛強化に向けて、巡洋艦や駆逐艦などを中東に派遣しました。一方、イラン軍や革命防衛隊も警戒を高めていまして、予期しない形で衝突することが懸念されているという状況です。イラン政府高官によりますと、ホットラインではイラン軍とアメリカ中央軍が直接意思疎通を図るということです。アメリカ政府が8月14日、えー、在イランのスイス大使館を通じて提案したそうです。 でイラン政府は革命防衛隊を直轄する最高指導者ハメネイシの承認を受け、提案を受け入れると8月16日に回答したということです。えー、イランはとにかくガザでの停戦をサポートしているわけです。で、アメリカの政府はイラン政府に対し、停戦交渉への影響を防ぐためイスラエルにまあちょっと報復攻撃をしないでくれと改めて要求したそうです。あのイスラエルを刺激するなということですね。 今はちょっっと待って,てイラン政府はイスラエルやアメリカとの戦争を望んでいないと返答しつつ適切な時にイスラエルに報復する意思を重ねて示したということですですからどんなにが起こり得る事態としてここから類推されるのはイランは今のアメリカと戦争をしたらどんなことになるかってイランの人たちって結構合理的らしいですね全面戦争だけは絶対したくないとしかしさはされながら えー、このハニヤ氏がテーランで暗殺されたと、えー、イスラエルがやったんだと、これに対して国民も怒っているとで、これに応えなきゃいけないので、イスラエルに何の報復もしないわけにはいかないということですね、そしてこの、えー、この、ね、今、ガザ地区での停戦というものをです、ね、イスラエル、えー、ちゃんと応じ,応じるんであれば、ですね、えーまあ、あの攻撃しないよと言って、停戦を促しているわけですね、ガザ地区ので,ですね。 そして実際に報復した場合もですね言われているのはえ速度の遅いミサイルあるいは性能の高くないドローンでどんどん向こうに迎撃させてそして向こうにほとんど損害を与えず攻撃はしたよという国民に示しイラン国民に示しながらそして一方でイスラエル側に反撃で防御で金を使わせるということが考えられるんじゃないかというのは話もありますね。 とということで、まあ、今ちょうど一触即発なのかどういう形で勃発するのかしないのかイランとイスラエルそしてイ,ラン、えー、イスラエルとヒズボラというところがちょっと中,西中東情勢ちょっと先行きが不透明な状況の中での中東情勢の解説でしたがちょ,ちょっと最後に一つですね中東ではないんですがちょっと軍事情勢に絡むものとして、えー、あの日本に関連する 話を一つに紹介したいと思います。これはドイツのことでして、ドイツはフリーゲート艦と補給艦で構成する艦隊を日本近海に展開するということなんですね。これドイツ海軍のシュ,シュルツ准将という方がインタビューに応じてまして、日米などとともに演習に臨むと。で、ドイツは海外領土を元々持っていない国ですし。 安全,保障安全保障政策でアジアは伝統的な関心領域ではありませんえにもかかわらずあの長期的な活動ができるようにフリーゲート艦と補給艦で構成され,される主力部隊を太平洋に送ったんですでこの艦隊は大西洋からパナマ運河を通過してハワイに寄港して東京に向かっているとでドイツは2021年にもフリーゲート艦を太平洋に送っていますで今回は規模を大幅に拡大したということです えー、そしてドイツ空軍も太平洋に展開しているということですね。でこのインド太平洋地域で紛争が起きれば輸出立国のドイツに大きな影響が及ぶと先ほどのシュルツ氏は語ったそうです。で地域の安定がこの地域の安定が、えー、自由な世界貿易とグローバルなサプライチェーンの維持のために必要だと。 えですからあのこの地域の安全はドイツの国益にもなるんだという整理に最近なってるわけですねで単なるリップサービスではない現地に赴いて連帯を示すんだというふうにおっしゃってるようですでドイツ艦隊は日本に寄港後アメリカや日米などと共同演習を行うとでそこにフランスやイタリアも参加し日米欧が日本近海で連携する形を示すとまああのもちろん中国の を牽制すするる狙いがあるのはこれは明らかですね、えー、ドイツ政府は2020年にインド太平洋ガイドラインを閣議決定しておりまして中国偏重と批判されてきたアジア外交を転換したと。で今は経済の中国依存を減らすデリスキ,デリスキングを施行するということでまあドイツの、ね、中国べったりとアメリケル政権の時すごかったですけどもこれはやばいということで少し転換してますね。 そしてこのインド太平洋というところに今ドイツもフランスもイタリアもイギリスもですね非常に大きな関心を持っているという状況ですねでこれがあの今あれですねアメリカもウクライナ戦争が続いてますしそれからもしかしたらイランとイスラエル空母を展開したりしてですねどうしてもこの極東地域が手薄になっている中でですねこのやはりあの世界的なサプライチェーンの維持とか そういったヨーロッパにとっての国益として中国でなくこのインド太平洋に着目したということはこれは非常に心強い話ではあろうかと思います。まあそういった国々と連携してややもするとアメリカのもアメリカの頼れないもう弱体化しているという説もありますけれどもそうではなくてこう多国間でえこのえ日本周辺のね安全保障を確保していくということでその上でもですねやはりこの地域は 日本が地政学的な要にあるのでその中で日本がきちんと安全保障でイニシアチブを取っていけるようなそういう流れをですね作っていく必要があるなというふうには思いますね。ということで今回はこのウクライナがロシアに侵攻していることをどう見るのかということとそしてこのガザ地区の停戦の状況なかなか交渉が進まない状況多分あの今の状況を見ますとネタニヤフス 政権は、えー、この3人の強硬派の方々が、えー、核外に去ってしまうと内閣が終わってしまう内閣が終わると自らのまあえー、汚職事件で牢屋に入ってしまう、えー、だから戦時内閣を続けるために戦争を続けるんだ、えー、ヒズボラとも戦うイランに対しても戦うんだというふうに動いてるんですがしかし実際先ほどご紹介したように経済の状況 民民生の状況を見ますとやっぱり国民はもう離反してるわけですね、えー、ですから、えー、いくら今頑張っていてもこの戦争継続状態というのがですね、えー、政治的にもたなくなってくるだろうというふうに見ることもできると思います、えー、先輩矢野義,義明さんも年内にはですねやっぱり政治的にこれもう戦争継続不可能になるんではないかというふうな見通しをおっしゃってました。まあ、こうやって、えーまあ、世界的に この戦争継続に対する国民世論これもういいかげにしろというですねこれがこれから年末に向けてどういうふうに広がりこれはどういうふうに政治や軍事に影響を与えていくかというのもですね一つのポイントではないかなというふうに思います。以上ですどううもありがとうございました